ハローアースノイド。足でまといなのがわからぬか。足なしだけに、に対する、ネットの反応をお送りするよ。今寒いジョークを言ったな。かっこいいけど、これって。オーヤンのカガキども、なぜ出てくる？あんなバシュバシュビーム打ち合ってる中によく行こうと思えるな。おっちゃん怖いから、今こっちに敵意向けたな。って顔で見ないで。この後全員死んだんだよねってなる最後のコマ。ちょっと振り向いてんじゃねえよ。そういう目をした、で殺しに来る怖い。殺意しかない。この時のアムロに突っかかったらジュネイが死んだ時よりあっさり死ぬ自信あるぜ。一番ニュンタイプしてた時期だと思う。この時のアムロは感覚だけで動かしてるからバズーカトラップは小賢しい戦法とか一蹴されそう。こいつらなんでわざわざ肩に手当ててんの。戦場で混戦してるから接触回線なのが確実なんだろうか。戦闘中だから身の粉吹いてる。身の粉のせいで電波通信できないし、触って振動とかで通信するか光通信しないといかん。接触しなくてもレーザー通信があるから会話できないわけではない。ただがれきとかで遮られて通信切れたりするから安定しない。ワイヤー飛ばして通信してた記憶。F91 とかビクトリーはワイヤー飛ばして通信してるシーンあるはず。ワイヤー通信はゼータとかでもやってるな。初代でやってたかは覚えてない。接触回線での口喧嘩を多用してたジェリドさん。そこまで接触してるなら打てや。G レコでも接触回線を多用してたし、演出的にも誰と誰の会話だとわかりやすいしね。水星の魔女でも使ってたような接触回線。行方不明だった息子と心配してた父との語らい。ガンダムは接触してなくても口喧嘩しまくってるから接触回線の必要性がアニメだとわかりにくい。口喧嘩してるようで独り言なダブルオー。ニュータイプの会話というすごい独り言言いながら急に切れるやつ。ニュータイプ以外も口喧嘩してたように見える。そうよ、そのまさかよ。ヤザンは明らかに神優と非接触でも噛み合った口喧嘩してた記憶。ガンダムってめちゃくちゃ科学技術のレベル低いんだぜ。おおよそ宇宙戦闘とも言えないようなアホみたいに短い射程で殴り合ってる。え？根幹のミノフスキー粒子関連からしてクソレベル高いから通信効かないし短射程の殴り合いしてるんだが、技術の高度差と戦闘が原始的かどうかはまた別だよな。まあ確かに太陽の光を鏡で一点に集中させて焼こうぜ、は技術力低そうに見えるが、遊園地のアトラクションかなんかだっけ。おっちゃんと足なしがめちゃくちゃな軌道で戦いながら横すれ違って怖ってなるやつ。いいよね、ガンダムライドでなんか変な動きしてる2機。レンジでシナリオ進めてアバオアクーまで来ると大抵画面の端でこいつらがやり合ってて、こっち来るんじゃねえぞってなってたの思い出した。白いのも足なしも両方頭おかしいから関わらない方がいい。電波は回避と命中の鬼だし、ジオングはあのサイズで持ってて威嚇力じゃないし、化け物同士で勝手にやってろってなる。そうも言ってられない状況だろ。足なしを援護する。進路妨害したり割り込んだりたまたま二人の近くにいたらまず助からねえ。援護して援護になるんかな。なんか引き下がるだけじゃない。実際巻き込まれてるモビルスーツいたけど、ジオングがやたらめったら目が有刺砲撃つから近づくだけでも怖すぎる。我々に構わず撃ってください。最後に勝てればそれでいい。俺がこの白いやつの正面に回っておとりになる。12機のドムを全滅させた連邦の白いやつだぞ。これに喧嘩売る度胸やばない。最終決戦だし、あいつ叩いておかないとやばくない。って危機感は大切だと思う。連邦の白いやつから何回も逃げ切った赤い彗星が味方なんだからなんとかなるだろ。12機のドムを全滅させたり、黒い三連星全滅させたり、青い巨星のグフタをしたり、ドズル中将のビグザム落としたり、赤い彗星から何回も逃げ切った連邦の白いやつだぞ。近づきたくねえ。でも全員殺される覚悟で一気に集まって進路妨害すれば、殺していく手数の分だけ負荷かけられるし、手数も使わせられるはず。ジオングの射線の邪魔にもなるやつじゃないです。電波はそうなるよう動くやつ。終盤電波は無駄打ちしなくなったからな。必中ずっとかかってるし。というか 100% vs0% なのに攻撃しちゃうのが悪い。 G ジェネとかで無駄打ちしてるの見ると違うだろってなる。スパロボでもなんか無理に動かそうとして3発くらい撃って最後のが当たる演出多いよな。みんなアニメ一緒なんだから仕方ないだろ。この人らが助かるかどうかはともかく、
おっちゃんクソ燃費だから実際有効ではあるよね。数で攻めて弾消費させるの。ビームライフルのエネルギー温存したくておっちゃんキックで頭やられるか。シールドで装備されて吹っ飛ばされて戦死は免れるパターンならまだマシか。装備されてジオングの射線上に吹っ飛ばされるパターンじゃねえかな。なんか友軍のザクメ隠しにして足なし狙うとか悪辣なことしてくるよ。この時代って人が乗ってるんだうわーとか言ってる時代の天パだろ。余裕っしょ。初陣からコクピットだけ狙ってくるやつだぞ。人を殺すことに対する抵抗と人を殺さなければどうしようもないことも、どっちもわかってるタイプだろこいつ。アムロは人相手でもやるけど、民間人の頃でも相手がザクなら人間じゃないって思える異常者だぞ。人間は撃てないけどザクならなんとか撃てるってのはそこまで異常だろうか。っていうかそうやって自分に言い聞かせないと撃てないし撃たないと自分たちが死ぬかもってシーンじゃないの？アムロの異常性を示すシーンだったの？言い聞かせないと撃てないのは正常だと思うよ。一瞬で覚悟が決まるのは異常。ガンダムとジオングじゃ攻撃範囲違いすぎるし、いっそアムロが無視して艦隊相手にしてた方が良かった。アムロを止められる可能性があるのがシャアしかいないからシャアが行くしかないんじゃねえかな。アムロが無傷でアバオアクーに乗り込んでたらやっぱりキシリアは死んでただろうし戦況に変化はなさそう。連邦の物量戦とまともにやり合う羽目になった時点で手詰まりではあったし。ジオン的にはギレンとキシリア死んだ時点でもう終わってる。その時もうシャアはアムロとの決着しか興味ないから。キシリアが言ったニュータイプにはニュータイプぶつけなきゃはあってたけど、他の部隊にアバオアクー上陸させてるからな。完璧にアウトレンジできるならありだけど加速性能そんな高くない大型対艦攻撃機だからなジオング。後年逆シャアでも男同士の戦いに近づいたギラさんが見事に始末されてたな。挙句今し取られるとかいう大ジョンボ、シャアが即座に壊したから許すが、あれ敵の武器でも火器管制使えるんだな。アナハイム製ゆえ？ユニバーサル規格、ユニバーサル規格だからアナハイム無罪。やっぱりシャアも相当おかしいな。シャアは過小評価されることがなぜか多いけどアムロが本気でぶち殺しに来てるのに、痛み分けにできるくらいめちゃくちゃ強いよ。百式でジオイン木星ガエリとキュベレイン元カノと三つどもえするのはおかしくないとやれない。しかもあの状況グリプス壊されすぎても罪だから逃げの一手も打てないという。逆にシャアを止められる奴はアムロ以外にいるの？キマイラ部隊とか。まとめて蹴散らされる。テネスエユング。そもそもアムロと初めて乗った機体で怠慢してね、とか絶対やだ。じゃあゲルググ使ってもいいよ、腕は直してないけど。乗り慣れた機体でもアムロと怠慢なんか嫌だよ。シャアが一番ヤバいのは何度も戦ったのにしょぼい機体じゃ嫌だからってサイコフレーム渡すところだぞ。